通は瞑想行はですね、正真端座して行うのがよろしいんですが、こういう行が姿勢でももちろん瞑想行はできるわけです。で、ヨーガのシャバーサナでは体の不動ということを非常に大切にしますけれども、ヨーガのシャバーサナではなく、まあヨーガ禅のこういう行が姿勢においてはですね、気づきさえ持って行うならば体を動かしても構わないというふうに覚えておいてください。足動かしたいなと思ったら動かして構わないんです。目開けてみたいなとか、首横に振ってみたいなとか思ったら、そうなさって結構です。ただそのようにしたということによく気づいてほしいということなんですね。気づきを持って行うならば体をどのように動かそうが一向に構いません。それもまた気づきの養いになるわけですからね。さて、慈悲喜捨の慈、マイトリー、喜び、楽、安らかな状態を自分の体、生き、心に施すというようなことについて説明してきましたね。体に関しては我々の場合には主にアーサナを用い、息に関してはハタヨガのプラナヤマを用いてもいいんですが、それは大変根気のいる修行形態ですから、皆さんの場合にはシャクソンのアーナーパーナサティ、呼吸瞑想法がよろしいでしょう。息の観察ですね。息の観察を離れることなく体の姿勢のチェックをして心の思いを獲得する、思いによく気づき認め受け入れ手放していく、そういうアーナーパーナサティか、もっと簡単にはナタン先生のガータ、息を吸って私は静か、そうして静まるわけです。息を吐いて私は微笑む、心の中でそっと微笑む、まあ、それを延々と繰り返していくわけなんですね。それから心の思いに関しては、まあ、獲得できる人は獲得でいいんですが、なかなかそれが難しいという方は八正道ですね、まあ、今までずっと勉強してきましたので、そのいくつかは皆さんに何がしか響くものがあるかと思いますので、そのどれでも結構ですから、八正道のどれか一つあるいは二つを取ってですね、その自分の心に苦痛が生じた時に消遣してみたり消費してみたりというようなことを応用して心の安らぎを得るならば、それがすなわち自分の心にマイトリを与えたということになるわけです。そのようにしまして、自分の体、生き、心にマイトリを与えることができるようになったならば、今度は自分だけではなく他、利他ですから利他の心、まあ、無量心というのは利他の心と言いますが、他だけではいけませんので、自分も入ってないといけません。自他もろともに利する心と僕なら言いたいところですね。で、まず自分なんです。これはわがままでも何でもないんです。いつも言いますように、泳げないくせに人を救おうと思っても、まあ二人で溺れるよりも他はないわけですから、まず自分が泳ぐ力を得て、そうして溺れる人に出会ったなら救ってあげたらいいと、そういうようなことですね。でないと周りに迷惑かけてしまうだけの話なんですね。さて、他者の体、生き、心にマイトリを与えること、それは自分自身の問題の応用として行われなければいけないわけです。自分で実践したことを離れてですね、社会ではこのようにするからとか、本にこのように書いてあったからとか、偉い人たちがそう言ってるからとか、それを鵜呑みにしてですね、体、息、心に施してはいけません。体の原理よく知らないのにですね、こういう場合にはこういう薬飲ませるそうだから、お医者さんに連れて行けばいいからということで、自分の子供とか家族とか他人、それの体にですね、本当は安楽を与えるのではない方法を与えるようなことになったなら、それは他に対して、他の体に対してマイトリを与えることにはならないわけです。同様に息に関してもそうです。皆さんがもし息の観察で自分の息を安らかにすることができなかったなら、いかにアーナーパーナサティ
を紹介しようが、船渡半先生のガーターを書き記してその人に渡してあげようが、それは何にもなりません。それを与えてあげるあなた自身が息の観察を十分できないのであるならば、それは何にもならないんです。悩んでいる人にこういう本読んだらいいですよって本与えるだけでね、解決されるでしょうか。そういう場合もあるかもしれませんが、自分にとっていい本が必ずしも他の人にとっていいとは限らないんですね。で、皆さんがその本を読んで心底体、息、心にマイトリを与えているような存在になっていた人なら、そういう本を他に与えてもそれは大いにマイトリを与える可能性があるとは言えるでしょう、ね、それは可能だと思います。でも皆さん自身が変わっていないならば、いかにいい本紹介しようが、こういうせいじゃないってねとか、そういうお話しようが、それはあまり役に立たないと思いますね。ですから皆さんの息がまず安らかであること、それが相手の息を安らかにする第一原因であるということを覚えておいてください。本当に息の安らかな人のそばにいたら、そりゃ気持ちいいもんですね。イライラした息、荒々しい息、なんとなく力なくてこう弱い、あるいはかったり、そんな息されてる人のそばにいたら、こちらもなんとなく調子悪くなってきますね。あるいは息苦しくなってくる場合もあるでしょうね。と同様に頭の思いですね、まあ、心と言いたいところですが、頭の思い、それがややこしくひねくれてたり偏ってたり偏屈になってる人とお話ししていると、こちらの頭も痛くなってきますね。苦痛になってきますね。ということは、こちらの頭がそうであったなら、相手にもそのようにしているということですから、まあ、人の振り見て我が振り直せると言いますようにね、あの人の頭はややこしいなと思ったら、自分の頭はどうなのか、まず考えてみないといけないでしょうね。ですから相手の心に安らぎを与えたい、マイトリを与えたいと思ったなら、まず自分の心、それがほぐれていないといけない、ほどけていないといけない、安らかでないといけないということですね。そうして相手から聞かれたなら、例えば皆さんはこういうアーサナやったらいいですよ、こういう呼吸の観察をやったらいいんですよ、こういうふうにして覚息するとか、釈尊の教えになられた八正道というものを実践してみたらいいんですよ、で相手の体、息、心にマイトリーを与えるお手伝いをさせてもらえることができるわけですね。相手にその気がない場合には言わない方がよろしいです。のれんに腕押しになっちゃう、ぬかに釘打つようなんですから、それはエネルギーの無駄遣いですから、やめておいた方がよろしいです。聞かれたなら、相手にそういう意識が芽生えたわけですから、種をまいて発芽したいと意欲があったなら、それは発根発芽するわけですが、死に種みたいに発芽する意思のないものにですね、いくら水かけてあげてもそれは無意味なんですね。ですからそこまで進化するのを待つよりほかないんです。これは残酷でも何でもない、この現象世界の絶対的な原理でなんですね。意思がなければウィル、そこに意思がなければ絶対実現はできないんですね。ですからその人において進化したいという意識が形成されるのを待つより他はない、ね、そのきっかけになるのは皆さんの安らかな体、息、心なんですね。素晴らしいバイブレーションなんですね。皆さんがいかに素晴らしい体、息、心のバイブレーションを持ってても、相手がそれを受け入れるところまで進化してなければ、それは噛み合いませんが、皆さんの責任ではありませんので、放っておいたらよろしい、手放しておいたらよろしい。大体お分かりいただけましたね。マイトリー、4つの無量心、知無量心の第一であるマイトリー、自相手というよりも自他、ともどもに自他の体、息、心すべてに楽、喜び、安らぎを与えること、まず自分の体、息、心で解決し、その解決された体、息、心の放つ自然なバイブレーションが、輝きが、皆さんと接する人たち、皆さんが出会うところの命において共感してもらえるようになること、それが自他もろともに
マイトリーを味わっていく、楽しんでいくベスト、最上の方法です。